スノーマン宮舘涼太考案の牡蠣レシピ&クッキング動画が公開。江戸前オイスターと梨のスパナコリゾ宮舘を添えて、風の流れを読んで胡椒を入れる舘様。動画ではロイヤルな宮舘の姿も TBS 系日本全国さすらい料理バラエティ黄金のワンスプーン公式 TikTok で MC の宮舘涼太が牡蠣を使った料理を作る動画やレシピ動画などが続々と公開されている。宮舘が作ったのは江戸前オイスターと梨のスパナコリゾ宮舘を添えて、この動画は10月30日に放送された日本全国さすらい料理バラエティ黄金のワンスプーンで、この回の愛され食材、牡蠣を求めて、千葉県富津市を旅した時のものとなっている。風の流れを読んで胡椒を入れる舘様、と題された未公開動画では、窓から入る風の流れに乗せて食材に削ったブラックペッパーをかける宮舘の姿が公開されており、まさにその姿はロイヤル。番組公式 TikTok では他にも番組の裏側動画などが公開中。ぜひ合わせてチェックしよう。